いきます。お願いします。 OK です。じゃあいきますよ。うん、あ、すいませんすいませんすいません、ごめんなさい。いや、別に今どっからもジャンプしてなかったじゃん。いや、びっくりしましたね。どうしたんですか。まさか青山に来ると思わなかったっすよ。そうそう、今回はね、ちょっと西尾さんに青山に来てもらったということで。いや、びっくりしたね、本当に。なんか渋谷とかと全然違いますね、はい、ということで、このここの中になんかあるらしいんですかね、安西さん。なんか安西さんが結構アポとかというか通ってたというか。あ、そうですね、通ってるというか。ここのこのまずなんか複合施設なんですか、これは。なんかそうですね、いろんな店舗が入ってるようなビルみたいになってるんですけど、あ、まあ、今回お世話になるのはこのノラヘアサロンさんという。多分これあれなんでしょうね、はい、知ってる人からしたらめちゃくちゃ、え、ノラなのみたいになってるかもしれないですね。かもしれないですね。なんかまあ韓国系の、はいはいはい、まあ、特に今回西田さんがお世話になる方が、はい、韓国系の髪型を極めた方ということで、カリスマ？カリスマです。まあ、聞いたんですよ、はい、この企画今回、はい、西田がカリスマ美容師に髪を切ってもらうって、はい、ガチのカリスマ出てきちゃダメでしょ。いやでもね、やっぱ天才西尾の髪を切れるのはカリスマじゃないとっていう。どこがもうこれやばいでしょ、この今もうこれ正直これ店行きたくない今。もう怖いのよ俺は。もう怖いってあれよ、その髪型が変わるとかじゃなくて、ねえ、こんな格好で行くのが怖くなっちゃったよもう。まあ確かにね、ちょっと慣れてたわ個人的には。言うて東京をね、こんなポッて行くだけでしょと思ったけど、うん、来ちゃってやっぱちゃんとした格好で来ればよかったなってやっぱ後悔しちゃってるよ。というわけで、ここですね、はい、西尾さんには今回美容室に来ていただいたんですけれども、はい、西尾さんずっと多分髪型そのままじゃないですか今まで。そうですね。で、すね、でまあ結構多分西尾さんの中でもこだわりがあり、はい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 、なんかまあ変えるか変えないかみたいな話題もちょこちょこ出たりしたけど、まあそうですね、なかなか例えば色が難しかったりとか、はい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 、なんかそういうこともありつつずっと髪型を守り続けてきたじゃないですか。まあそのまま守ってきたというか、うん、そうやっぱ髪を切らない主義でちょっと生きてみようかなと思って生きてたんですけど、はい、やっぱ最近ちょっとメンバーからもね、はい、そろそろ髪切ってよっていう、はい、話もちょっとちらほら上がってきちゃって、まあ、だったら切るかと。なるほど。せっかく切ってもらうならね、都内のカリスマがいいなって言ったら、うん、本当になんかね手配してくれたというか、はい、すごいおしゃれですね。もう地下に、うん、早稲田慶応ですよ。そういうカラーの話っすよ。結構学歴書の方がいるんですから。いや、絶対違います。変な会社って言わない偏見言わないじゃないですか。いやちょっとね、席というかちょっとご案内してもらったんですけど、ちょっとね、美術館すごいね。これだってこれ最初俺飾り物かと思ったらこれ売ってんすよ。そう、しかも佐々木拓也さんっていう方が、まあ、専属で書いてくださるんですかね。いやーすごいテーマ性のある店でね、ほんと震えにかけられてますよ。まだバレてない。まだバレてない。まだバレてない。一応ほら髪型とか今度隠してて、ね、そうちょっと舐められないようにって、これ髪帽子外したらほらこうやって肌髪がパッて出てきて、うわこいつただもんじゃねえなみたいな感じに一応準備してるんですけど、座ってるこれ。いや一応言っとくと、はい、今回来てくれる美容師の方、はい、めちゃくちゃ第二のファンなんですよ。あー早く来てくんねえかな。味方だからね、ここにいる人たち全員。ちょっとあれだね、あれだわ、ちょっとこの操作してると思われたくないから一回ちょっと筋肉で黙らせてどう。その大丈夫です。脱いじゃって美容師なんて全員ほらハサミとかいじってるちょっとひょろひょろだろ。いや大丈夫です。もしそれで負けた時何も残らなくなるんですよ。千葉から来た弱いやつ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お名前をお願いします。はい、表参道ノラヘアサロンで働いてますユウマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユウマさんは普段第二グループの動画を見てくださっているということで。もうめちゃくちゃ大ファンです。いつぐらいから。もうほんと 3,4 年前ぐらいからずっと動画見てて、いつか来てくれないかなってほんとずっと思ってたんですよね。じ
じゃああれですよね、もう西尾が初めてではなくてメンバーでは。あ、そうですね、最初は服部さんから始まって、で服部さん経由で岩田さんで安西さん来てもらって、で西尾さんも今回めちゃくちゃ嬉しいです。で最初もこの今回は、まあ、多分結構な無茶ぶりだったと思うんですけどそうですね、こっちから特に何の指定もなく、はい、髪をお任せしたいっていう話だったんですけど、それを聞いた時どう思いました？いや、めちゃくちゃ嬉しかったの半分、もう半分は西尾さんのファンに怒られないかなっていう不安の方も大きかったです。結構確かにそのグループ内でも多分一番髪型の印象が強いのが西尾、今回なんかイメージとかってありますか、どんな感じにしてもそうですね、なんか西尾さんやっぱいつもこうオールバックががっつりかき上げてるようなすごいワイルドなイメージなんで、そこにちょっとこう今っぽいハンサムだけど中性的な雰囲気を出せたらなと思います。まあ、外国人っぽい雰囲気でちょっと寄せていこうかなと思います。外国人っぽい雰囲気、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。いやちょっと緊張しますね。いや僕の方が緊張します本物に会えてるんですか。いや僕ちょっとこれあれですね、なんか聞いた話によると、はい、カリスマ中のカリスマって話を聞いて全然そんなことはないんですけど、はい、いやもう本当に嬉しいです、来てるカリスマっすね、やっぱ精一杯頑張りますよろしくお願いします、本当に、はい、ちなみになんですけど、はい、結構なんて言えばいいですか、3年くらい髪をちょっと切ってなくてですね。あ、そうなんですね。結構先の方とか結構バラバラでまばらというか、はい、ちょっとやばいかもしれないですね。結構ブリーチで切れちゃってる感じですか？そうですね、なんか多分多い先っぽの方とかだともう3回ぐらいブリーチしちゃってて、でなんかちぎりやすくなったりとか、あと結構横とかも自分でちょっとバリカンしちゃってるのもあるんで、はい、なんか多分ちょっとまばらというか、うん、そうですね、とかいろいろとちょっと問題点が多い、はい、髪だと思うんですけど、シャンプーしたときに、はい、結構乾かすときに広がる、あ、そうですね、髪質って、ドライヤーとかでバーって風が強いやつとかやっちゃうと、はい、なんかもうバラバラになっちゃうんで、はい、だから今見せていただいた感じだと、はい、西尾さんは乾燥毛で乾かすときに広がっちゃう癖で、はい、でちょっと頭の形もいびつというかちょっとアーティスティックな形されているので、あ、今のね、今の一瞬でもう、はい、今ちょっと触らせていただいた感じだと、ちょっとある程度長さを残しつつ、うん、頭の形綺麗に見せたシルエットの髪型ちょっと作りたいなと思います。あ、よろしくお願いします。はい、ちょっとシャンプーしてます。あ、ありがとうございます。はい、流していきます。お願いします。今これもうどこ切られたか分かんないかな俺今そう、まあ、さっきまで鏡あれだったんだけどね、今もう西尾は何も見れない状態にしてるんで、そうそうそう、目の前板しかないんだよねやっぱダメージは結構ありますよマジで久々だなこのカットの感じ3年ぶりでしょすいません、お願いします。はい、西尾さん今日眉毛整ってますね。あ、触れなくていいのよどうしたんですか眉毛。そうですね、今日髪切る前にね、眉毛サロンにね、僕と安西さんでね、うん、行きましたね、安西さんね、行きましたね。やっぱこのイメチェンに合わせてやっぱ見た目一気に変わるときにやっぱちょっとね、眉毛とかやっぱあんまバランス悪かったらちょっとね、シャキッとしないかなってね。確かに全部完璧にしたいですもんね逆に言えば整った状態でマジどんな感じになるか楽しみですよ本当に。確かに、ちょっと一旦見てみますか、その今バリカンでいった髪の長さ。え、おお、おお、行きましたね。行ってますこれね。わ、すごい、
楽しみだなマジで。結構ね後ろ側のその自分でやるじゃないですか、うん、時々これ出るんですよ自分家でも。でその長さの髪が出てくる。そう出てくるんですよ。であの多分後ろまばらなんだろうなってずっと思ってたんですよ、うん、多分もう整えてもらってるわけじゃないですか、うん、マジで後ろ姿もちょっと楽しみですね。後ろがもう均一になるわけでしょ、うん、ういいやあの掃除するな、あのお店の方やめてください。あ、すいません。西尾がこの長さ、旅行とかこの長さになったのめっちゃ久しぶりだもん、ね、あ、マジっすか。いいっすね、マジで。だそれちょっとアンデさんヒントになっちゃうんですよ。あ、確かに。あんまり口に出さないと取っとこう。これ今何をしてる最中？あ、今まだベースカットって言って髪の長さと形を整える作業なんで、まだ毛量は取ってないんですけど。あ、そうなんですか。これ今あのレザーカットって言って髪の毛を柔らかくナチュラルに馴染ませるカットの仕方なんで、ちょっとすきばさみに確かに感覚が初めての感覚。じゃあ一回これで3列トリートメントやります、はい、3列トリートメント、はい、ちょっとある程度癖あの抑えられるトリートメントの力で。3列3列トリートメント、普通のトリートメントと何が違う？うねりとかパサつき、あと広がりを抑えるためだけに作られたようなトリートメントで、宿毛矯正とかストレートパーマのトリートメントバージョンだと思ってます。じゃあちょっとトリートメント台に来てみます。で作れたいろんな種類ちょっとつけてみます。マジで俺美容室でこの美容室美容院なんて言ったの？美容室と美容院の違いって何ですか？あ、一緒ですね。いや、この鏡をほら撮影じゃないですか、初めてなんでマジで今どうなってんだろうっていう。西尾さん蒸気当てます。あ、蒸気、ナノスチーマーですね。これ流されるままに、はいお願いしますって言うよ。全然理解してなかった。それやっぱあれなんか熱を加えることによってみたいな感じなんですか？これは、液体が水蒸気なんで、はいはいはい、それが髪の毛の中を水分でいっぱいにする。あと本当はもう髪だけに水分を浸透させるっていう。ちょっとこれで5時間置きます。あ、お願いします。15分くらいしっかり時間を置いて。あ、入りました。ありがとうございます。15分ですよね。競馬の予想でもしよっかな明日の。僕のだから髪の毛に対して問題点があったわけですよ、課題。だからプロってすごいですよね。そのお客さんに合わせて好きな髪型言うじゃないですか。それしてくださいってパターンもあると思うんですけど、で僕の言ったら今回お任せなわけじゃないですか。その人に合わせた課題を今解決してもらったわけですよね。まずこの人は頭の中っちゃこの上でバリカンをじゃあここまでやんなきゃいけないけどやってないから、じゃあここまでやろうみたいなやってもらって、しかも次は乾燥毛だから朝のほらドライヤーで乾かすのが大変ですよねってことで3列トリートメントしてもらって、そこに関しては今ほらもうドストレートに解決してくれたわけじゃないですか。どんどん問題点がなくなってるわけですよね。これはだからね、ちょっと言い過ぎで今ハードルが分かんないですけど、楽しみで仕方ないですね、マジで。いやー今あれですね、トリートメントしてもらってやったんですけど、はい、1回目に比べるともう櫛の入り方が違いましたね。スッと、もうスッと入ってで、まあ、心なしか今なんかスースーしてます。今からアイロン入れて、さっき入れたトリートメントを化学反応をさせて定着させるっていう。熱です。
これ今、これも今一色かどうか分かってないからね。いや、危うくちょっと聞くとこだったから今、危なかった。全然まだ完成形じゃないから、こっからそのバリカンでさらに刈り上げますとかもあるかもしれないし。え、あ、染めて松本さんパターンみたいな。そうだね。あ、なんかトリートメントとかもしたけど。あ、それかあれ、あのその振りとして色でやって最終的にはあのスキンヘッドパターンもあるとこ。あ、そう。だからさ、あの一旦その東京を思い知らせて、あ、なるほどね、田舎帰るって意味でトリートメントとかそのお前じゃ想像のつかないものを頭に塗ってやったぞっつって、まあお前にはつくあげないけどねっつって最後全部すっごい言われてそぎ落として田舎に帰って坊主で返すっていう。いや、それ聞くとカリスマだね。カリスマしか許されないもんね。もう手遊び続けてる。下向いて。じゃあそうですね。下向いていただいて。マジで何も見えてない。確かに。じゃあちょっと話します。あ、ありがとうございます。じゃあ吉田さん。はい。ここからはあの。あ、だめだめだめ。目隠しで。目隠しです。え、今までめちゃくちゃ従順だったけど。うん、一応ね。一緒さん。あ、もう。いいんすか。大丈夫です。え、じゃあまずはマスクを外していただいて。あ、俺ね。はい。自分で？あ、自分で外しちゃって大丈夫ですよ。え、じゃあ。はい。髪のセットだけ崩れないようにちょっと丁寧に。あ、オッケーです。はい、まずマスクを外しまして。え、大丈夫髪型。え？崩れて大丈夫ですか？あ、ちょっと整えていいですか？ありがとうございます。マスクの意味は間違いない。はい、どうですか。よし、じゃあ、はい、西田さん目を開けてください。じゃあいきますよ。はい。おお、短く、あ、なるほどね、ここの軽さが、あ、なるほどね。軽さがそういうことか。ここね、すごい、あ、なるほどね、髪色もなるほどね、はい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 、あ、これが正解だ。なるほどね。後ろ見ますか。あ、ぜひぜひ。あ、なるほど、ね、こんな感じでここまで行くべきだったんだ。なるほどね、ここまで行くべきだったんだ俺。なるほど、もう中は2ブロックでしっかり、はいはいはい、刈り上げさせてもらってます。いいですよ、爽やかで、うん、俺、あれかインスタだったんだ。そうは言ってないと思いますよ。でもドライヤーとかを大胆にかき上げるようにドライしていただいて、で今スタイリング剤ついちゃってるんでちょっと固まってますけど、はい、シャンプーした後ちょっと髪の毛触ってみてください。あ、本当ですか。半熱トリートメントの効果が、ね、すごい実感できると思って。来ましたよ。半熱トリートメント。このためだったんですよ。いや、それ必殺技みたいに言ってたけどさ。いや、でもすごいの、ほんと、あの風呂上がりじゃないけど、あの透き通り方が違くて、うん、あのすぐね、入ったの。あ、で、この何かこの傷んでた部分ってやっぱ引っかかってたんですよ、うん、で、これを切って、サンレストレートメントして、で、これが、そのなんていうの、その課題を一回解決したら、こうなんですよ。確かにね。そう。でも俺も触ってみて思ったんで、前西尾触るとさ、なんか、はいはい、ちょっとつまんでさ、まとめてついてくるの、髪が。なんなら、あのこれ一回引っ掛けるじゃないですか。だからダマできんの。ダマできてたんですよ。これがもうなくなるわけですから。マジで一本一本ね、なんかほどけてる感がすごかった、ね。触った時。しかも毛玉になるのおかしいんだよ。今回のイメチェン、西田さん、どうですか、満足度合いで言ったら。いや、だから、満足度合い、これはだから、あれですよね、その、なんて言いましょう。西田さんの言葉で。西田さんの言葉で。じゃあ、星いくつにしますか。星でいきますか、基準星ね。星で言ったら、いきますか。マックスいくつのかの先に。あ、確かに、三つ星っつって、うん、あ、じゃあ三つ星で、うん。え、その、何つ星中。あ、一回三つ星中でいきます。あ、わかりました。三つ星中でも、はい、はい、お願いします。お願いします。三つ星中で、
ファイブスター。アホっすね。いやもうゆうまさんも今回は本当ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。これからも応援します。あ、ぜひぜひ。